果たすのみ。敬意が欲しいなら、将の才気を示してみせろ。我が輩のあふれる凄さを見抜けないと。我々は川より敵本陣裏を目指しましょう。分かった。うせえ。こんな船は追い返すよ。くらえたまえ、我が輩の超豪音冥道大戦法。敵陣より砲撃。このままでは船が。拙者のひげ、言うこと聞かぬ、整わぬ。てめえらが相手してんな、竜の右目だぜ。攻撃が止んだぞ。船を進めよ。俺を置いてけ。お前のせいで。出やがった。きっと第七の生きた方だ。しまった。水門が閉じていると。小十郎様、俺らが道開きます。回避するより手はなしか。痛そう。俺だったら泣いちゃう。なるほど、飛行も立派な紳士の卵だね。貴殿と出会った。それが拙者の運命尽きる。負けを認めるならお小遣いをくれてあげるよ。そこで見ているてめえ、決意は固まったか。怖くてたまらねえのに心が踊る。サイド、敵陣より砲撃開始。今のうちに姿を消そう。やっぱ俺進む道間違ったな。ほらおめえら、まだまだぶっこんでくぜ。俺一人生き残ったって仕方ないよな。盛んだな。技でも教えてほしいのか。初陣のそれがしよく似ている。長いものはないかね。巻かれてもいいのだよ。
まだ諦めないのかね。あんまりしつこいと我が輩に嫌われるよ。貴殿、拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。おめえら、マサネ様の身に変わりはねえな。弟子入りして。見たまえ、押される我が輩もまた素敵。どこまで登ってくんだよ。俺の必殺技海底版行きやしねえ。切断成功。敵本陣へと吸収開始。邪魔だ邪魔だ、どかねえと引いちまうぜ。ま、この勢いこそが伊達軍の証だが、置くべき盛り手の数を見誤ったか。皆の者、ここは一つ拙者に任せ。了解っす。将来は小十郎様のような男になりて。お湯よし、ジュースよし、リセット体制整いました。火の旗きれいに洗濯しといてよかった。どうしよう大将、とんでもない事態に。あごこの台まで貴様を。我が輩の出番は最後に取っておいてくれたまえ。願わくば羽をください。飛んで逃げるために。すげえぜ小十郎様、汗一つかいてね。先には行かせん。この命に変えてでも。すでに我が輩の完勝だ。ヒレ部門ではね。怒りよりも重い感情を教えてやる。俺らを怒らせたって得はねえぜ。なんせ俺らには小十郎様がついてんだからな。拙者最後の相手としては不足なし。見えた、それがこの俺の仕事。悪くはなかった。だが情けはかけられねえ。今日見たこと誰も信じてくれねえよな。貴公が食料品に詳しいことは知っているよ。来たまえ片栗粉十郎君。俺がなぜてめえを嫌うか分かるだろう。ショック、我が輩の活躍を語り継いでもよいのだよ。我らこのためにハセさんじた舞台なり。名前が違う。それはすまなかったね田中君。
読めぬ、読めぬは丹大様、卑月屋がなくなっておられますぞ。では翔くん、そろそろ帰るとしようか。あ、後上様のヒゲがふにゃふにゃに。異様に尖ったヒゲ、おそらく毒が塗ってあろうぞ。なかなか。我が輩と勝負したこと、親族に自慢したまえ。嵐の中じゃ余計に踏ん張れんだ。さすしぐれか、カエルの雨か。ああ、我が輩よ、君は何故優れている。紹介だ。今まで全て正解だった。それで満足だとも。